波状宮波状宮は沖縄県那覇市にある神社。近代社格制度では官兵商社に列格され、現在では神社本庁の別表神社に指定されている。那覇港を望む高台の上に位置し、難民さん、難民として親しまれてきた。琉球発射の一つで全国一宮間より琉球国信一宮に認定されている。 日本の神々神社と聖地から13南西諸島では主催神からもわかるように熊野信仰の系列に連なっておりまた琉球王国の総鎮守であると述べている現在も沖縄総鎮守として信仰されている東急創建の年代は不詳であるしかし琉球宗教史の研究では琉球パッシャは神言衆寺院に平地されその創建の由緒を見ると多くは 社辞同時に創建されたものと考えられることから、東急は、佐藤のみよ、五国寺が解散した時期に創建されたのではないかと推測している。波状宮略記では、遥か昔、人々が、海の彼方の渡積の国の神々に、豊場や平穏を祈った聖地が、当社の鎮座する波の上の崖端で、廃章として、日々の祈りを捧げたのに始まると述べている。 当地での妖拝に関して、会場の道では、波の上の丘陵の高みにおいて、毎年、火を定めてこの付近の居留者が、おののの故郷の方角に向けて航路を置き、自身の本国に向かって妖拝する、恵、ね、み拝みという祭りが、近代まで行われていたことを紹介している。典型三年間生の、おもろさうし座移には、国王様よ、今日の良き、輝かしい日に、 聞こえの体君を敬って、国中の人々の心を集め揃え、石槌金槌を準備して、石を積み上げ、波の上、タングスクを作り聖地へ参詣したまえは、神も権限も喜びたまう。という意味の、おもろがある。おもろさ牛ゆえはこの中に歌われる、波の上、タングスクが東急鎮座地であると解説し、日本の神々神社と聖地から十三南西諸島。 では、東急創建を歌った、おもろではないかと紹介している。東側から見る波状宮と、浮島神社、神と、村では、グスクは、古代祖先脱の共同創所であり、納骨洞穴が、廃所になった場所は、寺と称される場合があると述べた上で、上記、おもろに記された、波の右へは下来ては、なぐすく下来てもの参りしようあちへ寺参りしようあちへの、寺が、古代、ビグスクと呼ばれた、 東急鎮座地にある波状洞穴遺跡を指しており、この地位が祖先脱の創生を根源とする神の巨所であることが狙いわれると述べている。慶長十年に和造大中義貞が表した琉球神道期間第五の波状根源寺では東急を琉球国第一大霊言と述べ、さらに一家のような東急の創設伝承を記している。 ハエバルの先山里氏という者が釣りをしていると、ある日浜辺で、光、物を言う霊石を見つけた。この石に祈るたびに豊漁となるので、初心がこの霊石を奪おうとした。そこで先山里主が当地へ逃れると、我は熊の権限なり、この地に社を建てまつれ、しからば国家を鎮護すべしとの信託があった。先山里主は、琉球王府にこれを創造し、 社殿が創建された。上記の伝承は、琉球の固有信仰として、古くからあった死体信仰と熊の信仰が結合したものであろうと、古代文学講座11例域、地文、演技では考察している。また、上記と同様の伝承が、後期52年に国王へ上覧された琉球王府編山の知史、琉球国由来期間11にも記されている。平年、 頼重法院が東急の別当時として、五国寺を混流したが、その後一時水尾し、木の国熊野から札楽都会の果てに、琉球へ漂着した、新言州の僧侶美衆承認により、大英二年再興されている。再興に当たり衆は、熊野三所大権言の本事物である、阿弥陀如来、薬師如来、千寿観論を酷して安置している。寛永年にが消失したが、 本寺三尊像は、五国寺に移されていて、難を逃れた。消失した社殿は、同12年に再建されている。さらに、今日は三年社殿が大破したため、それまでの本寺三尊像を三殿に分けて暗記する、形式から一殿に暗記する三個前として改築した。波状グルトナ波で、唯一の遊泳可能なビーチである波の上、ビーチ明治に入り近代社格制度によって、 官平商社へ列格され、明治23年5月17日にご鎮座国際式を行った。このご鎮座国際式の日が明治26年から霊大祭の日となっている。琉球宗教史の研究によれば、官平商社へ列格される前年に沖縄県が国兵中車の認定を申請していたが、皇室の祖神であるイザナミソンを祀っていたことを理由として、 格上げの上で捕くされたのだという。昭和十年にはご最高三百年祭を最高。さらに昭和十三年頃にかけて深淵を整備している。太平洋戦争末期の昭和二十年、戦火が迫ったことから宮司がご神体を報じてマブニ村へ避難した。しかし境内は激しい沖縄戦の中で鳥居を残しすべてが怪人に返してしまった。沖縄戦で 壊滅的な損害を被った東急であったが昭和23年には別表神社へと指定された昭和27年宮寺が復興に着手翌28年ハワイ移民の寄進により本殿と社務所を再建本土へも呼びかけ昭和36年には廃殿が再建された昭和47年本土復帰を迎えて沖縄復帰報告祭が行われ皇室より 平白料を賜っている。昭和62年旧社務所並びに参集書を撤去し、新しい社務所が新築された。平成2年5大店を記念して一の鳥居を改築した。さらに平成のご造営により、本殿と廃殿を再建、平成5年に完成して、生鮮雑祭が再興された。翌6年5月に、全整備事業の終了により、竣工報告祭が催されている。 平成15年には第二社務所を新築、平成18年長年にわたり、信仰の場、継承地として親しまれてきたことを理由に、東宮、敷地一帯が、波状として、那覇市より、史跡、名称文化財へ指定された。現在、区内には、沖縄県神社庁の事務所が置かれ、沖縄における神道の活動拠点の一つとなっている。内刈宮の浮島神社がある。これは、 小金福王の代に、それまで島だった那覇と首里を結ぶ長皇帝の建設を始めるも幾度となく、頓ん1451年に天テラス大臣を日本本土から招き、祈願したところ完成したため、那覇若佐町に天テラス大臣を祀った長寿宮を創建した。これが後に浮島神社と呼ばれ、さらに1988年に、 波状区内カリミアに潜座されたものである。長寿宮は、死書で確認できる、琉球最初の神社根流である。波状宮那覇港那覇空港波状宮の位置、AB 鳥越健三郎、琉球宗教史の研究、角川書店1965年当社配布のリーフレット。柳田国を、会場の道岩波書店1978年、AB、おもろさうし在住の17。 提案をなっちゃらが不死、外間守る全光中、おもろさうし上岩波文庫2000年、中松野修、神と村伝統と現代社1975年、古橋信孝三浦優の森朝尾編、古代文学講座11礼域、地文、演技弁正社1995年。ありがとうございます。